僕仲良くはごめんなさい、そんな思ってないから声かけが気にするなら続ける。よろしいよ、裏。はい、ナイス、お願いします。ボールが好き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 。ボールシュートでもシュート。最高限だろ、最高限シュート、シャワリなんか電気切れた、行こう行こう行こう、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 よっしゃ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 。では両チームのスタメン、ここでご紹介していきたいと思います。蒲田マーレさぬき、ゴールキーパーは24番の浅沼、3バック予想しております。左から小松、竹内、遠藤、アンカーの位置に岩本、左に川崎、右に薩川です。トップ下に後藤と西本、ツーシャドウ、そしてツートップには中村俊太、重松を予想しております。対しますアウェーの富山です。さぬきのフォーメーション3142でしたが、富山も3142、そして前節とメンバー変わりありません。ゴールキーパー西部、3バック、左から戸根、今瀬、八木下、アンカーに姫野、そして前線安藤、佐々木陽次、椎名、そして音泉、ツートップは大野と吉平となっています。小松、薩川、前線中村俊太、その奥でした。重松、前を向く、ラストパス、中村俊太、決まった。待ちに待った蒲田マーレさぬき、今シーズンの初得点、蒲田マーレさぬき開幕を迎えました。中村俊太、これが自身 J 初得点ということになります。これが見事今シーズン蒲田マーレさぬきにとっても初得点。さあ追いかける学校の富山、まだ時間としては早いところ、落としてゴール前、こぼれている、すぐさまここは追いついた富山。最後は22番の椎名だったでしょうか、そのプレー吉平か、ここはキーパーに向けて、そしてそのこぼれたところを椎名信之がここは押し込んでいきました。すぐさまカターレ富山同点に追いついてきました。その時間帯になるとさぬきの方はすっとラインを引いています。さあここで富山少しスピードを上げるか、中にクロス、ヘディング、こぼれているが寄せて、し触ったか、決まっています。すぐさま逆転成功、ここも椎名だったでしょうか。この辺りのポジショニング、しっかりとこの辺り寄せていました。ラインは出ていない、後藤、クロス奥、川崎、一気のシュート、わずかにゴールの左、少し溜めていきましたが、スッと椎名がポジションを変えていきましたが、ただクロス、ジョンと、ここがクロスバー、後ろから音泉打っていきました。もう一度ここは富山のコーナーキック、すぐさま富山の方は中に入ってきたボールはすぐに前に蹴り出すという、これを徹底しています。岩本サイドへ、
川崎、川崎からのクロス、キーパー出ているが決まった。同点に追いつきました川田マーレサルキ。最後は5番の小松匠。さあこれで2対2。手を上げる、いやサイド決まった。見事に決めていきました。最後は途中出場23番のリンド。取られたら取り返す。ここでもその富山の執念が見られました。2対3。キックから一番近いところ、まあ、ポジションもディフェンス、特にヘディングという部分では強さがあります。そのリンド、このコーナーキックのチャンスではゴールを決めてきました。そしてサヌキ浮かせたボール、キーパー止めた。サイト、なんとか同点に追いつきたいサヌキ。ただここは富山チャンス、タメを作ってシュート浮かせてゴールの上です。27番の古賀吉平、ここで長い笛。お互い点を取り合った試合、釜玉アレサルキ対カターレ富山の一戦は2対3。カターレ富山が執念の勝ち点3、激戦を制していきました。